ユミリエミが教えるカスタマ運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉ごたまの方の今月の運気指数は9です。今月は家族や恋人、部下や子供に恵まれる時です。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉ごたまの方の2023年今年の運気は安定の季節です。そして今月11月も安定の季節です。では宿玉ごたまの方の安定の季節を詳しくお伝えしていきます。姿勢を正し、行動を意識するようになるため、外部から資金や社会的援助を受けやすくなり、蓄財もできるようになるので、金銭面において好調な時期となります。また、自立の季節で起こした行動が実り始め、収穫されます。体より頭で考えようとするため、勢いはありませんが、一つ一つの実績がその後、結果へとつながっていくでしょう。このように安定の季節では、先月までの浮かれた気分が落ち着き、精神的にも非常に安定する時期になります。恋人や家族とも良い関係が保てるでしょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく11月8日から12月6日までが11月の運気となります。そしてなんと今月は年と月と日全てが重なるトリプルデーを迎えます。こちらの安定の季節と重なる11、21、12月1日、このように安定の年と安定の月と安定の日が重なる日は穏やかな日になり、蓄財もたまりやすい時になります。不動産や大切なものを購入する日にすると良いでしょう。では安定の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと物事が確実に進展する、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと、準備不足で生活の基盤を築けないので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、豊富な財運に恵まれる、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと、準備不足の方は金銭的に苦しい時期になりますので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、着実に仕事をこなせば成果につながる、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと、準備不足のまま身の丈に合わず期待外れに終わりがちになるので注意しましょう。このように運気予報をチェックして、毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様、いかがでしたでしょうか。このカスタマ運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく、良い傾向、悪い傾向、あなたに起こり得る出来事、そしてまたその対策など詳しく記しております。またこのように運気のバイオリズムや、あなたの運気の上げ方など、このように詳しく記しております。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼っておりますので、そちらからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。